限定アイテムの列はこちらが最後尾です。あら、奇遇ね。あんたも寄ってかない？あたしたちが主催するバザー。あたしがお客さん呼び込むから、あんたはこの看板持って誘導してくれる？予想以上にお客さんが来てくれてびっくりだわ。せっかくだし、あんたも寄ってきなさいよ。整列手伝ってくれてありがとう。あんたと一緒だといつもより何倍も仕事が楽しいわ。またお願いね。バザーは大盛況よ。この後パーッとご飯でも行きましょう。あんたがいれば疲れなんか吹っ飛んじゃう。料理をするときは食材の隅から隅まで使い切らないとね。もったいないじゃない。お金も大事だけど、私はただみんなの笑顔が見たいの。もちろんその中にはあんたも入ってるんだからね。あんたと今度どこかに遊びに行きたいわね。あ、もちろんお金のかからないところによ。お茶会を開こうと思うの。もちろんあんたも招待してあげるから、楽しみにしてなさい。クレヨンと絵本と積み木がいっぺんに買えて、しかも安い店を見つけたの。選ぶのを手伝ってくれない？救護院の子供たちはみんな私の可愛い子よ。幸せにしてあげたいの。あんたも手伝ってね。風が強いわね。いけない。歩きながら書類を確認しようと思ったら、強風に大事な書類が吹き飛ばされちゃったわ。ダメね。私何でも効率よくやるべきだし、移動時間を有効活用しようと思ったのに、このまま書類をなくしちゃったら作り直しになっちゃうし、逆に効率が良くないわ。私もスズメのことを言えないぐらいドジね。個人情報とかも載ってる書類だから、風に吹き飛ばされたのを放置もできないし、見つけて回収しないとね。もう余計な手間だわ。嫌になっちゃう。ん？ちょっとそこのあなた、何？こんなところで何をしてるの？ここは国王陛下のおわす王宮よ。一般人は立ち入り禁止。のんきにお散歩してたら衛兵に捕獲されちゃうわよ。まったくもう、ナイトメアは何をやってるのかしら。警備ゆるゆるじゃない。まあ最近は平和だし気抜いてるのかもしれないけど、陛下に万が一のことがあったら国家の一大事だっていうのに。まあもうナイトメアとたもとを分かった私には関係ないといえばないけど、無視もできないじゃない。ああもう書類を探さなくちゃいけないのに。あなた、その手に持ってるのって書類？それ私の。探してたのよ。あなたが拾ってくれたのね。ありがとう。探す手間が省けたわ。あなた見た？その様子だと今まさに書類を拾ったところって感じね。ごめんだけど、その書類は裏返しにしたままこっちに渡してくれる？個人情報とか書かれてるやつだからさ、あんまり無関係な第三者に見せたくないのよ。手荒なことはしたくないし、穏便に引き渡してくれると助かるわ。パンツ？何の話よ、お下品。いくら風が強いからってスカートの裾は翻さないのが淑女のたしなみ。気をつけてたもん。見てないわよね。
もう初対面なのにずいぶんぶしつけな殿方ね。まあいいわ。書類こっちに渡してくれる？うん、ありがとう。そういえば書類はまだ封筒に入れたままだったわ。よし、中身の書類も無事ね。これなら書き直す手間をかけなくても大丈夫そう。助かっちゃったわ。あなた、お名前は？今はちょっと大忙しだけど、後日改めてお礼をするから、どこのギルドに所属してるのかとか教えてくれる？ギルドにはまだ所属してないのね。よその国から来た人なのかしら。ランドソルではギルドに所属してないと何かと不便よ。登録方法とかわからないならお礼がてらに教えてあげよっか。まあそれもまた日を改めて。私急いでるから行くわね。これは忠告だけど、怪しまれちゃうから、あんまり王宮の周りをうろつかない方がいいわよ。おっと、礼を失してたわね。こっちも名乗らなくちゃ。私はサレン、サレンディア救護院っていうギルドの統括をしてるわ。ご縁があったらまた会いましょう。どう？この国にはもう慣れたかしら。今度また会えた時にゆっくり話でもしましょう。アンドゥトロワ、アンドゥトロワ、くるんってターンして振り向きざまに叩っ切る。知ったらないわ。さっきからやたら虫タイプの魔物ばっかり出てくるわね。大して危険な相手でもないけど、数が多いから面倒極まりないわ。振り払っても切り伏せても次から次へと寄ってくる。無視して突っ切りたいけど、一応雑魚とはいえ魔物は魔物、油断したら大怪我するしね。大事な商品を運んでる途中だから、あんまり乱暴なこともできないし、魔物が出現するたびにいちいち荷車を止めて対処しなくちゃいけないし、こんなんじゃ日が暮れちゃうわ。暗くなってくると手強い魔物も活動を始めるだろうし、急がないといけないのに。嫌よ、こんな不気味なところで立ち往生するのは。こんなことならケチらずに護衛でも雇えばよかったかしら。でもな、その分の経費を払うと儲けが出ないし、スズメや子供たちには危険な仕事はさせられないし。おっと、ああもうまた虫が寄ってきたわ。よっこいしょっと。キリがないわね。殺虫剤でも用意しとけばよかったわ。っていうか、なんでこんなに虫ばっかり出るのかしら。もしかして運んでる商品のせい？この商品が虫を引き寄せる甘い匂いでも発してるとか。それなら匂いが外に漏れないように覆いをつけとけばよかったわね。うん、反省点は覚えておいて次に生かしましょう。とりあえず今はさっさと森を抜けないと。町まではさすがに魔物も追ってこないわよね。ん？あれ？そこの茂みが動いた。虫じゃないわ。もっとでかい動物が隠れてる。単なる通行人だったら攻撃しちゃまずいし、一応声をかけるべきよね。ねえ、誰かいるの？返事がないなら魔物だと判断して攻撃するわよ。人間の声ね。よかった、念のため確認しといて正解だったわね。ごめんなさい、攻撃はしないから
茂みから出てきてくれる？やっぱり魔物って人間よね。もう紛らわしい真似をしないでくれる？あら、あんた、まったくもう驚かさないでちょうだい。一体森で何をしてるの？こんな魔物がうろつく場所でお散歩ってわけでもないでしょ。ほーん、小遣い稼ぎに簡単な仕事を引き受けたのね。特定の虫をたくさん買って化粧品の材料になる体液を集める。そのために依頼主のアドバイスに従って虫がたくさん集まってくるように特殊な調合をした薬剤を散布したって。ふーん、つまりこの付近にやたら虫が集まってるのはあんたのせいってことね。いい迷惑よ、まったくもう。いいけどさ、たまたまそんな場所に踏み込んじゃった私が不運だったもんね。人のせいにするのはエレガントじゃないわ。ううん、ピンチはチャンスよね。ねえ、あんたの仕事よかったら手伝わせてくれない？その代わりこの荷車を引いてほしいの。あんたが私の荷車を運ぶ、私は寄ってくる虫を狩りまくる。倒した虫は袋に詰めて荷車に一緒に乗せれば大量に運べるわ。一挙両得よね。そういう条件でどう？お互い利益のある話でしょ。あんた見た感じ動きが鈍いし、虫ちっとも捕まえられてないみたいだしね。このままだときちんと依頼を果たせないでしょ。仕事はちゃんとしないとダメよ。こないだ書類を拾ってくれたお礼に私が手伝ってあげる。ううん、助け合いましょう。オッケー、じゃあ交渉成立ってことで。虫ここまでの道すがら大量に倒したから、使えるやつがあったら死骸を拾ってくればいいわ。その間も私は近づいてくる虫を適当に買っておくから。アンドゥトロワ昔こんな風に仲良しだった男の子と一緒に虫取りをした覚えがあるわ。どんくさいやつでね、ちっとも虫を捕まえられないの。でもいざという時には頼もしくってね。ちょっとだけ好きだったわ。懐かしいわね。あの男の子今はどこで何をしてるのかしら。今日は虫取りを手伝ってくれてありがとうね。それにしても昔仲良しだった男の子との虫取り思い出して懐かしいわ。さあ打ち上げよ。おかげさまでお仕事は大成功だったしね。その喜びを分かち合いましょう。なんだかんだで一日中一緒にお仕事したんだしね。一緒にお祝いするのが義理ってもんよね。あら、ちょっとお下品な笑い方をしちゃったわね。でも笑いが止まらないわ。きちんと仕事をやり遂げた時の満足感は格別よね。はあ、生きてるって感じがする。やっぱり働くのって楽しい。私のおかげで無事に任務が達成できたんでしょ。ここの代金おごってよ。期待以上にたくさん虫を狩ることができて報酬に色をつけてもらえたんでしょ。なんてね、割り勘でいいわよ。恩に着せるつもりはないわ。あんたが荷車を引いてくれたおかげでこっちも助かったしね。お世話になったのはお互い様だから。いいのよ、男がおごるべきって風潮だけど、私とあんたの仲じゃない。
なんて、ほとんど初対面だけどね。あんたってなぜか10年来の親友みたいな感じがするわ。どうしてかしら。甘えないでよ、厚かましいわね。なに、もしかしてお金に困ってるの？よかったら仕事を紹介してもいいわよ。私あちこちのお店とかギルドとかに顔が利くんだから。まあいいわ。それよりも注文する料理は私が決めてもいい？説明すると長くなるんだけど、私が運んでた果実はオリーブって言うんだけどね。あんたも見てたから承知してるだろうけど、それを全部このお店に買い取ってもらったのよ。ちょうど山奥にある私の屋敷からいろいろ運んでこなくちゃいけなかったしね。そのついでに懇意にしてる行商人から安値でたくさん買ったそれを運んだの。オリーブってランドソルだとあんまり馴染みがないけど、ちょっと遠い国では普通に料理に用いられるものなのよ。だから国によっては大量生産してる。安価で取引されてるの。でもこのランドソルだと珍しいから貴重品として高値がつくわけ。その値段の差額を利用して人儲けしたわけよ。一般的な食材じゃないから普通は買い取ってもらえないわ。だからこそこのお店に前もってオリーブの調理方法を伝授しておいたのよ。もちろんその分さらに高値でオリーブを買ってもらう約束をしたわ。この店はランドソルでは珍しいオリーブを用いた料理が出せるようになる。私も儲かるし、またこの店にオリーブを卸せるから次もあるってこと。商売は長期的な展望を持って行わないとね。単発でたった一度の儲けを得るだけなら博打と同じだわ。売る前にまず需要を作る。買い手を作り、商品の価値をできるだけ高める。商売の基本よね。売り物を店に並べてから売り方を考えるんじゃ遅いのよ。そして誰も損をしないのが理想的な取引ってものよ。これなら私も店もこの店の客もみんな笑顔になるはずだわ。なかなかいつもこんな風に上手にはいかないけどね。今日だってたまたまあんたと行き合わなかったら実際どうなってたかわからないし。でもまあ失敗を恐れずにがむしゃらにやらないとね。私には守りたいものもあるから。明日からもがっつり働くためにたっぷり食べて栄養をつけときましょう。うん、できるだけオリーブを用いた料理を注文してね。味見をしておきたいから。そのためにこの店で打ち上げをするのよ。儲けさせてもらった分この店にお金を落としとくわけ。そういうのって好感度が高いでしょ。店もまた私と取引がしたいって思うはずよ。お金は天下の回り物よ。巡り巡って私の利益にもつながるはずだわ。さあどんどん注文して。男の子なんだもん、たくさん食べるわよね。たくさん食べてたくさん働くのが人生の醍醐味ってやつよ。この間からたくさん手伝ってもらってありがとうね。感謝してるわ。私の商売ってのは売り手も買い手も笑顔になる。それが目標なのよ。なんてね。ほんとあんたと話してると昔なじみと話してるみたいに気楽だわ。また会いましょ。あれ、よく会うわね。あんたも買い物してるの？うん、
私もお夕飯の買い出し。でも見てよ、もやしが100ルピとかするのよ。全体的に物価が上がってる感じね。まあ仕方ないんだけど。四方を高い塀に囲まれた城壁都市であるランドソルはたやすく敷地の面積を広げられない。なのに塀の内側には農地や牧場などの食料を生産するための基盤がないわ。だから町の周囲にある農耕地から食料を運び入れたり、大陸の真ん中という立地を生かした貿易に注力することでどうにか成り立っている。要するに食料事情を大きく町の外部に依存してるのよね。だからこそ先日ランドソルと外部をつなぐ主要道路エステレラ街道で魔物が大量発生したことが大問題だったわ。怖がって貿易商などが近づいてこないのよ。人体で言えば頸動脈を切断ほどじゃないけど、コブでもできて血流が阻害されてる状態ね。放置すればまあ死ぬわ。物が入ってこないからありもので商売するしかなくて物価が上昇する。需要と供給のバランスが崩れたのね。この状態が回復するまでやり過ごすのが得策だけど、サレンディア救護院の子供たちは育ち盛りだから、ご飯はちゃんといいものを用意してあげたいし、まだ救護院の建物に最低限の生活用品すら揃ってないんだもの。買い物せざるを得ないわ。なんとか頭を使ってやりくりしなくちゃね。でもな、安物買いの銭失いっていうし、ああもうほんと間が悪いったらないわ。おっと、ごめん愚痴っちゃって。ぼやいてても仕方ないわよね。なんとかするしかないわ。あんたも安い店とか見つけたら情報ちょうだいね。うひゃ、あんたどうしたのそれ、なんか光ってるわよ。いやいい買い物をしちゃった。こういう商店街は大量生産を前提とした量販店に比べてむしろ商品のお値段が高くなる傾向にあるって思い込んでたけど、私が浅はかだったわ。八百屋さんが趣味で取ってきた山菜とか、ベーカリーで普通は捨てちゃうパンの耳とか、潰れた工場の在庫処分品とか、普通ありえない掘り出し物がいっぱい。買ったワンコイン500円で両手で抱えきれないぐらい買い物できちゃったわ。なんかこういうのって嬉しいわよね。テストでいい点数取るよりよっぽど。おーい、こんなところで奇遇ね。何してるの？サレンちゃんってあんたどうしたの？やけに他人行儀だけど。そういうの好きじゃないわ。あんた普段はもっと慣れ慣れしいでしょ。幼馴染相手に変な遠慮しないでよね。うへ、うわ、変な声が出ちゃった。なんなの、やぶから棒に優しくしてくれちゃってさ。変なものでも食べたわけ？いつからジェントルマンになったの？なんかあんたったらいつもと様子が違うわね。気のせいかしら。昔は一緒に泥だらけになって遊んだもんでしょ。今さら女の子扱いされてもな。ああ、私はご覧の通り買い物してるのよ。いつもは忙しくてスズメに任せたりするんだけど、今日は生徒会の仕事も何もなかったから。定期的にこの目で相場を確かめとかないと、スズメに買い物に行ってもらう時にも困るしね。渡したお金足りなくなったりしたら大変でしょ。ネットでも大まかには調べられるけど、こういうのはやっぱり実際に目で見ないと分かんないもん。特にこういう商店街とかはさ。
裏若き女子高生が放課後一人で相場チェックとかしてるのおかしい？一緒に遊んでくれるお友達はいないのかって。失礼ね。これでも結構学校では人気者なのよ。だから常に周りに取り巻きがいて騒がしいからさ、たまには一人で息抜きしたくもなるのよ。商品の値段とか見て回ったりさ、値引きの交渉したりするとさ、なんかホッとするのよね。私だけかしら。あんたこそ放課後なのに一人でうろうろしちゃってさ、寂しいやつね。私遊んであげよっか。ふむふむ、近所のゲーセンに面白そうなゲームの筐体が入荷されたの？それで遊びに来たのね。どういうゲームなの？ちょっと興味あるわ。お家に帰るにはまだ早い時間だし、一緒に遊ばない？昔みたいに。ああ、でも荷物がちょっと邪魔ね。間が悪いったらないわ。どうしよう、コインロッカーにでも預けとこっかな。何？あんたが荷物持ってくれるの？ありがとう。やっぱり今日のあんたはちょっと変よ。あんまり優しくしないでよね。くすぐったいから。はあ、ヒヤヒヤしたわ。やっぱり幼なじみなのね。家族みたいなもんなのよね。ちょっと会話しただけで違和感を覚えたみたい。昔のあんたと今のあんたは同一人物だけど、今のあんたは記憶喪失になって、そこからいろいろ経験も積んだしね。昔のあんたから変わった部分もあるのよね。だからこそ昔と今のあんたの整合性を取るためにこうやって夢を見せたりとかしていろいろ調整してるわけだけど。ごめん、一方的に喋っちゃって。わけわかんないわよね。でもまあ今はあんまり気にしなくていいわ。あんたが今見ていたのは夢みたいなもんだから、目が覚めたらすぐに忘れちゃうわ。個人的にはどうしてこっちのサレンちゃんはあんたが幼馴染だってことを忘れてるのかとかいろいろ探りたかったんだけどね。今はまだそんな余裕ないみたい。依然として不安定な綱渡りね。だからまあ今回はこれで一区切りにしとくわ。じゃあね、また夢で会いましょう。おーい、どうかした？なんかぼーっとしてるけど。ごめんね、荷物運んでもらっちゃって。余計な労働をさせたせいで疲れちゃったのかしら。サレンディア救護院まで荷物を運んだら、そこでちょっと休んでちょうだい。お茶ぐらい出すわよ。当然の報酬よね。なんか最近こうやって一緒に歩いたことがなかった？いや、これが初めてよね。ごめん、単なるデジャブかしら。でもなんだか不思議よね。あんたとはずっとずっと何度も何度もこうやって肩を並べて歩いていた気がするわ。夕暮れ時の帰り道を二人でさ、どうでもいい話とかをしながらさ。そんなわけないのにおかしいわよね。あんたとは出会ったばかりなのにね。サレンディア救護院は私の、いいえ、子供たちみんなの大事な場所なんだから、絶対に守るわ。はい。ちょっとお父様、もう一遍言ってもらえる？うん、うまく聞き取れなかったのよ。通信魔法の術師が何かミスったのかしら。
そうよね、私の敬愛するお父様がそんな腐れ外道みたいなことを言うわけがないわよね。え、いやあね、いつでも尊敬してるわよ。大好き大好き、ほんとほんと。それでお父様、申し訳ないけどもう一遍言ってもらえる？ああ、ごめんなさい、ちょっと数秒だけ待ってもらえる？何か知り合いの子が声をかけてきたのよ。ほんとよ、時間稼ぎの駆け引きとかじゃないわ。何？ご覧の通り、私は取り込み中なんだけど。つーか、あんたなんでこんなところにいるのよ。どっから入ってきたの？ほーん、単なる通りすがりなのね。私の声が聞こえたから気になって覗いただけ？あんたっていつも暇そうね、羨ましいわ。嫌味じゃないわよ、自分で選んだ道ではあるけど、あんたみたいに気楽に生きられたらよかったのになってたまに思うし、普通に青春を満喫したかったわ。ともあれ、ここって通信魔法、遠距離との連絡をするための施設なのよ。今も通話中だから勝手に入ってきちゃダメよ、術式が乱れて通話が途切れちゃうから。うん、通信魔法は公的機関が使用を制限して管理してる。この施設もプリンセスナイト、王宮直属のギルドが運営してるわ。私も一応プリンセスナイト傘下のギルドに所属してるしね、割安で利用できるのよ。しても無料じゃないからあんまり長話もしたくないけど。まったくもう不便すぎるったらないわ。あんたもそう思わない？通信魔法ってさ、いちいち時刻とか座標とか計算して専門の術師を雇って何日もかけて準備すんのよ。場合によっては伝書鳩や飛脚を利用した方が早いぐらい。もっとみんなが通信手段を持ち歩いてさ、気軽に遠方ともやり取りできるようになればいいのにね。そういう小説を読んだことがあるわ。人間が想像しうることは現実でも必ず実現可能なはずなのよ。単なる夢物語じゃないわ。私が投資して通信魔法の技術をもっと発達させようかしら。腕のいい魔法使いなら単独でも通信魔法を使用できるしね。その技術をもっと一般化してさ、流通させてさ、はあ、なんだかビジネスチャンスの匂いがするわ。おっと、ともあれ、私に何か言っとくことある？これから延々とお父様と交渉しなくちゃいけないから、あんたの相手ができなくなるんだけど。うん、私のお父様と通話してるのよ。やり手の実業家だったんだけどね、今はいろいろ私に継がせて隠居しちゃってるの。ほとんどお金で買うみたいにして無理やり貴族の地位を得て、ついでに城とか領地とかもらっちゃって、今じゃすっかりふぬけて優雅な余生を過ごしてるわよ。うんうん、一旦頭を冷やしたかったから声をかけてもらえて助かっちゃったわ。あんたって私が困ってる時に限って声をかけてくる気がするわ。うん、ともあれ、これ以上は向こうに不審がられるから私通話に戻るわね。お父様、もしもし、ごめんね待たせちゃって。やっぱり利益もないのに投資はできないって？そこはほら、可愛い娘への援助って感じで。私は人に褒められるべき善行をしてるのよ。分かってるわよ、どんな善行にもボランティアにも利害が絡んでるのよね。お金をドブに捨てるつもりはないわ、最大限に活用するつもりだから。口だけなら何とでも言える？そうね、その通りだわ。企画書作って送りつけるからちゃんと目通しといて。
見てなさいよ、必ず投資させてやるから。たくもう、かわいい娘がおねだりしてるんだから、よしよしって甘やかしてお願いを聞いてくれてもいいじゃない。なあ、はいはい、わかってるわよ、甘やかすだけが愛情じゃないわよね。でもこっちはまだガキなんだからさ。うん、じゃあね、もう規定の通話時間を過ぎちゃうから、今日のところはこれで失礼するわ。バイバイ、健康には気をつけてね。たくもう、あー、クサクサする。ん？何？あ、いやいや、別に親と仲悪くないわよ。お父様のこと愛してるし尊敬してるわ。取引相手としては腹が立ってしょうがないけどね。ちょっとね、サレンディア救護院の経営がうまくいかないから、お父様に援助を頼んだのよ。全然今んとこ投資してくれるつもりがないっぽいけど、でもうちは何の信頼も実績もない弱小ギルドだもの。普通に投資を募っても誰も目を向けてくれないしね。立ってるもんは親でも使わないとさ。まあいいわ。ねえ、このあと暇ならちょっと付き合ってよ。その辺の喫茶店で甘いものでも食べましょう。もうストレス溜まって爆発しそうなのよ。糖分でしかこの苛立ちは解消できないわ。ついでにこれからお父様に提出する企画を練るからさ、あんた意見とかしてくれる？私も身内が相手だから頭に血のぼって冷静じゃないしさ、第三者の意見ってのを聞きたいの。いいでしょ、私には若さしかない、時間しかない、お金と同じだけ重たい時間ってやつを有効活用しないとね。いいでしょ、あんたと喋ってるとなんだか落ち着くのよ。はあ、サレンディア救護院を守るにはどうすればいいのかしら。よかったら話し相手になってくれない？あれ、そこの路地にパン屋さんがあったはずだけど、建物が取り壊されてる。もしかしてお店が潰れちゃったの？嘘でしょ、仕事帰りに焼きそばパンを食べるのが最近の楽しみだったのに。へえ、なんだかがっかりね。ランドソルの治安が悪化してるのは知ってたけど、経済まで危うくなってきちゃってるのかしら。王家は何をやってんのよ、もっと政治を頑張りなさいよ。まあ仕方ないけどね、パン屋さんは個人経営の小さなお店だったし、立地条件が良くなくって探さないと見つからないぐらいだったし、ろくに宣伝もしてなかったしね。ちょっと足を運べば商業街もあるし、この近所の住民を顧客にして細々とやってたんだろうけど、そっちに客が流れちゃったのね。それでも私に任せてくれたら最低限黒字経営にさせてあげたのに、なんて出過ぎた真似ってやつよね。私もまだ何の実績もスキルもない小娘だし、サレンディア救護院の経営だって順調とは言えない。他人の面倒まで見ていられる余裕も実力もないわ。でも昨日までは当たり前に存在したものがある日不意になくなっちゃうのはやっぱりなんだか寂しいわね。あれ、よく会うわね。こんなところで何してるの？何か知らない人に頼まれて屋台の店番をしてるの？あ、
あんたも物好きっていうか暇っていうか、お人よしね。その屋台の人に労働分の報酬はもらっときなさいよ。便利に使われちゃってさ。私交渉してあげよっか。うん、そうね、ちょうど小腹が空いてたところだし、何か注文してあげるわ。この屋台では何を売ってるの？見るからに鈍感そうなあんたに気づかれるなんてね。私自分で思った以上に落ち込んでるのかしら。大丈夫、世界が滅んだわけでもない、誰かが死んだわけでもない。ちょっとだけしょんぼりしちゃってるけど、明日になったらすっかり忘れてるようなサジよ。うん、これってクレープの屋台ね。今は甘いものより焼きそばとかそういうのが食べたい気分だったんだけど。ん？焼きそばも材料があるから作れるのね。じゃあお願いしちゃおうかな。その焼きそばをクレープに包めば、まあ即席の焼きそばパンになるわよね。知らない？焼きそばパン。まあ B 級グルメって感じだしね。炭水化物に炭水化物を合わせるっていう栄養価の偏った庶民的な食べ物よ。私なんか無性に好きなのよね。意外？まあ見た目こんな感じにお嬢様ぶってるしね。昔ね、私ん家は貧乏だったの。結構悲惨な生活をしてたわ。焼きそばのソースをお湯で薄めて飲んだりしてたわ。あんまりにもひもじくってね。私耳が尖ってるでしょ。エルフなのよ。基本的に森で暮らす種族だし、ランドソルだと少数派でね。よく他の子供とかにバカにされたりいじめられたりしたわ。1ヶ月に一度だけパン屋さんで好きなものを買っていい日があってね。私散々迷ってからチョココロネを選んだわ。でもそのチョココロネを食べる前にいじめっ子に取られちゃってね。ムキになって取り返そうとしてるうちにチョココロネが泥道に落ちちゃって、しくしく泣いてたら知らない男の子が立っててね。焼きそばパンを買って私の地面に落ちちゃったチョココロネと交換してくれたの。チョココロネを食べたかったけど売り切れちゃってたからって、泥だらけのチョココロネを美味しい美味しいって食べてたわ。ありがとう、助かったってお礼まで言われちゃったのよ。ほんと変な男の子よね。でもその日からずっと私は大好きなのよ、焼きそばパンがね。おっと、焼きそば焦げてる焦げてる。あんた料理とかしたことないんじゃないの？手つきが危なっかしいわ。私料理するのを変わろっか。口に入れるんなら美味しい方がいいでしょ。泥だらけのチョココロネや焦げた焼きそばを無理に食べる必要なんてないわ。ほらやらせてよ。ありがとね。私なんでしょんぼりしてたのか忘れちゃったわ。あんたと話してると不思議な気分になるの。うん、今度また話すわ。どうしよう、中途半端に時間が余っちゃったわね。商談相手にドタキャンされちゃって、小一時間ぐらいスケジュールに空白ができちゃったわ。たくもう、そういうことは前もって言ってほしいわね。やっぱ私が小娘だからって軽んじられてるのかしら。いいけどね、今回のことを貸しにして次の商談を有利に運ぶし、
しかしどうしよう。サレンディア救護員に顔を出してもいいけど、行って帰ったらもう次の商談の時間ね。それで遅刻したらシャレにならないし、かといって小一時間も広場で呆然としてるのも虚しいわ。私時間の潰し方が下手なのかしら。久しぶりだわ、何もやることがないって。ウィンドウショッピングでもしようかしら。でもお金は節約したいし、見ると買いたくなっちゃうのよね。あれ、あんた何してんのよこんなところで。ぼーっと座り込んじゃってさ。お腹でも痛いの？暇なの？あんた仕事とかしてないの？うん、まあそれは見ればわかるわ。のほほんとしちゃってさ。人生は有限よ、何かしないともったいないと思うけど、まあ人それぞれかしらね。ちゃんってあんた慣れ慣れしいわよ。まあでも同い年ぐらいだもんね。最近は大人の仕事相手と交渉とかばっかりしてたから、ちゃん付けとか久々だわ。私はね、特に何もしてないのよね。仕事相手にドタキャンされてさ、小一時間ほど暇を持て余すことになっちゃったの。あ、よかったら暇つぶしに付き合ってくれない？どうせ暇でしょあんた。嫌なら無理強いはしないけどさ。別に嫌じゃない？そっか、よかったよかった。と言っても暇つぶしをするあてがあるわけじゃないのよね。私昔から勉強とか家の仕事の手伝いとかばっかりしてて無趣味だから。最近も仕事ばっかりしてるし、もっと遊んどけばよかったわ。暇な時間を持て余しちゃってる。私ってつまんないやつよね。小さな子供の頃はくだらない遊びを思いついては誘ってくれるやつがいたんだけど、あいつ今はどこで何してるんだかね。うん、前に言ったでしょ、私が焼きそばパンを好きになった理由を作ってくれた男の子よ。あの一件以来よく会って遊ぶようになったの。まあ幼馴染ね。でも私あいつの顔や名前を覚えてないのよね。不思議なことに、あんなに仲良しだったのに結構好きだったんだけどな。あいつってもしかしたら寂しい子供が生み出しちゃう空想上の友達、いわゆるイマジナリーフレンドってやつだったのかしら。なんて。あ、何をやってるの？アリを見てる？なんで？あんたね、ちっちゃい子じゃないんだからそんなもん見て楽しい？他のアリは一生懸命お菓子のかけらとか運んでるのに、働かずにぼんやりしてるやつがいるわ。どんな集団にも怠け者はいるのよね。何か食べ物は持ってないかって？お腹すいたの？ああ、怠け者のアリに餌を与えたりして働かせる遊び？昔、例の幼馴染と似たような暇つぶしをしたことがあるわ。どんなことでも遊びにしちゃう愉快なやつだったわ。私は毎日毎日楽しくって仕方なくってね。仕事や勉強、将来のことを全部忘れて満喫してたわ。それをちっとも後悔しなかった。幸せだったわ、あいつと一緒に何でもない遊びをするあの時間を愛していたの。あんたって確か記憶喪失なのよね。
んたってもしかして。そんなわけないか。そうだったらいいけど、あいつがあんただったら。そんな物語みたいな偶然があったら素敵だけどね。じゃあ何か適当に屋台で食べ物を買ってくるわね。よかったら一緒にあちこち巡りましょう。あたしの暇つぶしに付き合ってよ。そしたらあたしあんたの望みをできる限り叶えてあげるわ。何もせずに食べ物だけ恵んでもらおうだなんて甘いのよ。働かざる者食うべからずよ。そうでしょ。あんたと出会ってからなんだか無性に昔のことを思い出してしまうのよ。今はもう顔も思い出せない幼なじみと一緒に過ごした本当に楽しかった日々を。それでも今はあんたと一緒にいると毎日が同じくらい楽しいな。だからそのこれからもよろしくね。なんか久しぶりに一息つけたわ。ありがとね、時間つぶしに付き合ってもらっちゃって感謝してるわ。本当よ。なんかね、不思議よね、あんたと一緒にいると小さな子供の頃に戻ったみたいな気分になるわ。すっごく楽しかった。よかったらまた暇な時にでも遊びましょう。今日みたいに二人で買い物したり、たわいないおしゃべりをするだけでもいいわ。あんたは楽しくないかもしれないけど、私みたいな仕事人間と遊んだってね。喋る内容もビジネスについてばっかりだし、あんたもどうせ一緒に時間を過ごすならもっと可愛い感じの子の方がいいわよね。自分がつまんない人間だってことは自覚してるけどさ、でも仕方ないんだもの。親の後を継いで貴族ぶって第一線でガツガツ働かないといけなかったし、仕事とか金勘定とかたまんなく好きなんだから。昔は違ったのよ、幼なじみのあいつと一緒にいた頃は。もっとどこにでもいる感じの女の子だったのに、今あいつと再会しても私幻滅されちゃうかもしれないわね。それはなんだかやっぱり寂しいわ。お、ちょっとあんた、どうしたのそれ。またなんか光ってるわよ。ちょっとやけに騒がしいと思ったらあんた、あんた何してんのよ。桜庭学院になんか用事？あんたね、知ってるだろうと思うけど、うちはセレブ御用達の豪華絢爛な私立高校なのよ。警備もしっかりしてるんだから、うろうろしてると捕まるからね。ああ、もうお嬢様お坊ちゃまたちが怖がってるじゃないの。うちの連中は下手に温室栽培されてるから、小汚い庶民を見ると過剰反応するのよ。ほら、不審者めとかストーカーとか言われてるわよ。警備どころか警察に通報でもされかねない雰囲気になってるし、どうすんのよあんた。え、ちょ、なんでキョトンとしてるの？状況わかってる？ついてこないでよ、公衆の面前で。分かったから、なんとかしてあげるから一旦落ち着いて。大丈夫だ。
だからね。よしよし。まあいいわ、どうせあんたのことだから。運悪く通りすがっただけでしょ。ごまかしてあげるわ。一つ貸しだからね。おほん、みんな安心して。この男は人畜無害で罪を犯す度胸もないから。こいつへの対処は生徒会長である私に任せて、みんなは気にせずに下校しなさいね。大丈夫だから。はっ、よかった、みんなすんなり言うことを聞いてくれたわ。基本的にうちの子たちは素直っていうか育ちがいいのよね。ともあれ、あんたもあんたよ、挙動不審だから怪しまれるんでしょ。もっと堂々としてなさいよ。ん？何よあんた。あたしに用事があって桜庭学院まで来たの？通りすがりじゃなかったのね。あ、でも用事って何？ん？懐かしいところに連れてってあげるって、どこよそれは。あ、もしかして。おっとごめん、迎えが来たわ。必要ないって言ってるのに毎日リムジンで送り迎えされるのよね。でもまあ、たまには歩かないと足腰がなまっちゃうわ。ごめんセバスチャン、今日は徒歩で帰るから。迎えに来てくれたところ悪いけど先に帰ってくれる？うん、ごめんね。バイバイ。んじゃ、行くわよ。どっかいいところに連れてってくれるんでしょ？わあ、本当に懐かしい。この駄菓子屋さんまだあったのね。相変わらず焼きそばパンが売ってる。当時は何も疑問を覚えなかったけど、今から考えるとなんで駄菓子屋さんに焼きそばパン？まあいっか、久しぶりに食べたいわ。おばあちゃん、焼きそばパン一つください。は、わかります。そうです、昔よくこの辺で遊んでた佐々木サレンです。お久しぶりです。綺麗になったねって言われちゃった。自分ではあんまり変わったつもりはないんだけどね。やっぱり昔とは何もかも違ってきてるのよね。何一つ変わらない駄菓子屋さんがちょっとだけありがたいわ。あんたも何か駄菓子とか買えば、お店の売り上げに貢献しなさいよ。あたしたちの思い出の場所がなくなったら嫌でしょ。でもさ、あんたなんで急にあたしと一緒にここに来ようなんて思ったの？いやまあ、すっごく懐かしくって嬉しかったけどさ。ふん、いつもアストルムでお世話になってるからそのお礼？そんなのお互い様じゃないの。律儀なやつね。いいけどね。ありがとう、その気持ちが嬉しいわ。そんなあんただから私たちは仲良くなれたのよね。当時は貧乏でみんなに小バカにされてた私に声をかけて焼きそばパンをくれて、一緒に泥んこまみれになって遊んでくれた。ありがとね。私、あんたと会えてよかった。今回は違和感を覚えられなかったみたいね。あんたもだんだんと記憶を取り戻して整合性をとって昔のあんたに戻りつつあるのかしら。さすがのサレンちゃんも嬉しくって楽しくってあんまり細かいことを気にしてらんないみたいなテンションだったのかもしれないけど、彼女はいつも難しい顔をして仕事の話ばっかりしてるけど、本当はちっちゃい子みたいに無邪気に笑ったりするのね。ううん、あんたにだけは
生徒会長とかお嬢様とかのレッテルを取っ払って幼なじみの遊び相手として気を抜いて接することができるのよね。大事にしなさいね。尊い絆を結んだ幼なじみなんて欲しいと思っても手に入れられるもんじゃないんだから。じゃあね。あんまりサレンちゃんの楽しいひとときを奪っても申し訳ないし、今日はこの辺で失礼するわ。バイバーイ。あんたどうしたの？ボケーっとしちゃってさ。しゃっきりしてよ。ほらすぐそこでコーヒーを買ってきたから。飲んで飲んで。カフェインを摂取して眠気を吹っ飛ばしなさい。ちゃんと起きてくれないと困るわ。あんたも実際疲れてるのかもしんないけどさ、相手してくれないとちょっと寂しいんだから。コーヒーのついでに小腹が空いたから軽食を買ったのよ。ほら焼きそばパン、あんたの分も買ってあげたからどうぞ。今日時間つぶしに付き合ってくれたお礼に。ん？どうしたのよ、妙な顔しちゃって。焼きそばパン口に合わなかった？あ、うん、私サレンよ。何よ、改まって名前を呼んでさ。昔会ったことあるよねって。焼きそばパンを食べたらなんだか懐かしい気がしたの。それで私のことを思い出したの。思い出したって、やっぱりあんたがあいつだったの？私の幼なじみのあいつ。そっか、なんとなくそうじゃないかって思ってたわ。まだあんたもなんとなくそう思うぐらいの感じ。具体的な思い出とかはほとんど忘れちゃってるのね。あんたの記憶喪失結構深刻っぽいしね。いいわよ、急いで思い出さなくても。あんたがあいつだったって確信が持てただけで今はいいわ。私の方もなんだか記憶がぼやけてるし、お互い様よ。そっか、そうだったのね。よかった、ありがとう、思い出してくれて。うんうん、また会えて嬉しいわ。これで効率がますますアップしたわね。救護院の子供たちはみんな私の可愛い子よ。幸せにしてあげたいの。あんたも手伝ってね。見ての通り、私はいつだって大忙しい。だけど何か困ったことがあったらすぐに言うのよ。いいわね。限定アイテムの列はこちらが最後尾です。あら奇遇ね、あんたも寄ってかない？私たちが主催するバザー。救護院の子供たちはみんな私の可愛い子よ。幸せにしてあげたいの。あんたも手伝ってね。貧乏症？いいえ、もったいないの精神で日々を過ごしてるだけよ。クレヨンと絵本と積み木がいっぺんに買えて、しかも安い店を見つけたの。選ぶのを手伝ってくれない？準備はいい？さあ、始めるわよ。クールに燃え上がる。畳みかけるわよ。負けないわ。へい。クー
に燃え上がる。このその調子、勝利への一撃、ソードオブフェニックス。クールに燃え上がる。畳みかけるわよ。負けないわ。ここが山場ね。勝利への一撃、ソードオブフェニックス。クールに燃え上がる。畳みかけるわよ。へい、このクール。負けないわ。いい経験をしたわね。次にも生かすわよ。